川鍋教祭が、教祭百図より、佐渡国道三狸。人間の商人を相手に金貸しを営む団、三郎狸。団三郎狸は、新潟県佐渡郡に相川町に伝わる化け狸。佐渡では狸を無人なと呼んでいたことから、団三郎無人なとも言う。西木では、道三狸とも表記される。淡路島の芝江門狸、香川県の田三郎狸と並び。 日本三名狸に数えられている。佐渡の狸の総大将。人が夜道を歩いているところに、壁のようなものを作り出したり、蜃気楼を出したりして人を化かしたり、木の葉を金に見せかけて買い物をしていた。自分の住みかである穴倉に蜃気楼をかけ、豪華な屋敷に見せかけて人を招き入れたりもした。病気になった時には人に化けて人間の医者にかかっていた。 悪さをするばかりでなく、困った人には金を貸していた。その金は人に化けて、金山で働いたり、盗んだりして稼いでいたという。また、段三郎の住みは、相川町下小村にあり、借用書に、金額、返却日、自分の名を記して版を押しておいておけば、翌日には、その借用書は消え、代わりに金が置いてあったという。後に、段三郎は、 相川町に二つ岩大名人として祀られ、人々に厚く信仰されている。ダン・サブローに関する伝説をいくつか記す。ダン・サブローとは、越後国の人間の商人の名であり、明暦三年に、佐渡金山で用いる、不意後の押し側を取るために繁殖用の小狸を売っており、後に、佐渡で用狸を始めた、ダン・サブローが、島民から敬われ、 タヌキ自体も氏神のように祀られたとの説がある。ありがとうございます。